それでは引き続き北欧の布の記事をご紹介いたします。こちらマニメッコの記事になります。石本不二夫さんのデザインになります、はい、すっごくね久々のこちらは ね入荷になります。以前何年か前かに他の色合いでね、うん、こう皆さんにご紹介させていただきました、はい、ラピーナですね、はい、96年のデザインでございます、はい、でこちらはあのここはねなんか縫製されていたの、あそうですね、耳の方になんか縫製痕残ってますね、はい、結構コンディションいいですよね、はい、いいです、はい、これはもうテーブルもうこの色はもう今でしょう。春を呼ぶ、はいね、そんなところにこういう、ね、お花を添えてパーッと広げた瞬間お部屋に春っていう感じ、感じがします ね、はい、こういうところで、ね、ティータイムをしたりとかいい、ね、お食事いただいたりとかいいですね、いいですね。こちらはフィンランドで見つけた記事になります、はい、ドラジュングですね、はい、あの売り物なんですよ、なかなか、ね、はい、手に入らないです、はい、でこちらがちょうど記事幅ですね、うん、そうですね、はい、なんかこう夏なんか膝掛けにちょっとこうね、こう雑用係さんは想像力というか発想力が大変豊かなので、はい、あとソファーにかけてちょっとインテリアっぽくしたりとか、はい、まあ、壁にかけてもね、はい、いいですね、はい、でこれらがリバーシブル、ちょっと色が反転になりますので、こちらも、ね、はい、決しておかしくないなんかこう、はい、こういう感じです。綺麗ですね、はい、綺麗です。何のお花ですか ね、 ね、いいですね、うん、はい、多分テーブルクロスかなでしょうか、はい、いいですね、うん、いいですね、渋いです、渋いでしょう、渋いんだけども意外とこう明るい食器なんかもこう入るとか入りやすいですよ、はい、お花はあえてなしでもいいですね、ちょっとほんのちょっとだけ添えると、あ、いいですね、フィンランドって感じしますね、ね、はい、こちらマニメッコの生地でシルム、こちらも石本不二夫さんのデザインになります、はい、かわいい渦巻きのね、うん、いろんな色のカラフルのデザインになります。いいですよ ね、よくこれフィンランドのカフェカーテンとかそれ見ましたよね、うん、はい、これなんかこう、まあ、小物製作もいいですけど、ちょっとティータイムの時にねこういうなんかお花の代わりにこういうものが添えてこうあると楽しくなりますね。なんか春らしい感じの。はい。いいですね。いいですね。長い冬を越してやっと春。楽しみですね。はい。ブラウンのポケットいいですね。はい。なかなか出てこないです。なかなか出てこない。もうパッチは小物製作する方はぜひ欲しいパターンではないかな。はい。ねえ、どうですかこれ。いいですね。いいですよ。あとこうカゴにねこうやってかけて、こういうカゴなんかにね、はい、かけてインテリアになりますね、はい、あとちょっとこの前ほんと敷物にしてパッとこうねティータイムを楽しむ、はあ、いいですね、いいですねはい、はい、マンカラーのムイヤになりますね、はい、こちらも先ほどのポケッティと同じで小物製作にいいですね、うん、さっきおやつマットにもね、はい、これが使われてて、なんかパッチワークをするときにぜひこのピースが欲しいかなみたいな感じのね、はい、パターンですよね。そう、もちろんね、こう敷物にしてね、うん、お花とかね飾ってもいいですよね、うん、こう夏の爽やかな花を飾るのにこう敷物として相性がいいですね、いいですね、はい、こちらマリメッコの生地でピッコロ柄ですね、はい、はい、最近本当ね輸入がなくなったんですけれども、入ってくることないんですけれども、ユカポイカのシャツの端切れになります、うん、でもねこれだけ大きさね、そうなんです、はい、背中の部分ですかね、はい、でこういうのよく昔うち本当小物製作ね、はい、色々しましたけど、ぜひこう欲しいパッチワークする時にちょっと欲しいパーツかな、はい、
素敵ですよね。本当なんだろう、このただの手書きのストライプなんですけども、そうなんですよ、この幅といい、なんといい、なんていうのか、本当もう緻密に計算されてボッコのデザインでね、はい、こんな感じでブックカバーも渋いですよね。渋いです。ポーチなんで、本当わかりますか、いろいろと、敷物、日本茶のね、高陶器なんかにこう湯飲みに合わせるコースターとか、そういったものも素敵かなと。それでもいいですよね。はい。ちょっと今片付けちゃいました。すいません。片付け付きの店長、私でございます。はい、以上ですね。はい。はい、なんか先ほどね、最初の方に、その本当に暖かくてということで、うんうん、梅もね、なんか早くに。今年は早いですね。で桜の開花宣言も早い、その開花宣言で予想ですね。ちょっと何日か前で17、8日だったんですけど、はい、どうですか。でもまたこの寒さでちょっとキュッとしちゃいました。ちょっと足踏み状態で、足踏み状態ででしょうか ね, ねはい、かと思います。うちは団地の中に梅の木とかあって、そこに杏の木が、ここから見えるのが杏の木があるんですけど、はい、そこに本当に花が咲くと、もう3月春、はい、本格的に春間近っていう感じなんです。今年は早々とね、もう咲いちゃいました。咲いちゃいました、ね、うん、本当早いですね。早いですね。へえ、このままで行くとね、そう、私友達と桜のお花見予定、なんか変な予定立ててるんでしょ。お友達で誘われたんです。なんかスパ付きのお花見かなんか、いいな、ランチビュッフェランチビュッフェ言っちゃいました。スパ付き、お花見とスパ付きの、いいな、行くんでね、あそこでしょ。僕チェックしましたね、場所、ね、まあ、神奈川だけどもギリギリ神奈川みたいなね、はい、そうなんです。いいな。はい、ちょっと時期を早めようかななんて思ってます。皆さんもね、これからいろんなね、うん、春お花見とか、はい、いろいろとご予定あると思いますが、春の予定、もうゴールデンウィークの予定はちょっと射程圏内入ってきました ね。それはこのお隣にいる雑用係さんです。ゴールデンウィーク、はい、今年はさらにでもずっと賑やかに、うん、いろんなイベントも ね開催されて、なんか楽しみですね。本当楽しみです、はい、どこ行きましょうか。どこ行きましょう。チェックしたいですね、はい、もうこの日はここ。さすが係さん、チェックしてますよね。私のフェイスブックになんか、うん、そう、スマートニュースとかにもなんか私チェックしたことない広告とか、なんかその地域のことが出てくるんですけど、フェイスブック、まあ個人 ID は持ってない、ショップの ID 共有じゃないですか。そうするとなんかこう関連したようなのも出てくるんでね、いっぱいね。だから私のショッピングのチェックもバレてます。そうね、なんかこう出てきますよ、いっぱい広告。来月なぜかアクセサリーとかね、そればっかり出てくるって。これです。はい、ね、そうやってね、楽しみながら行きたいと思います。はい、はい、他何かありますか。まあ、というか本当ね、気温変化と、はい、気圧もすごい激しいですけど、ね、はい、体調管理、まず健康一番でね、はい、どうぞお過ごしください、はいはい、じゃあ締めましょうか、はいはい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。